こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米中での 5G 戦略、覇権争いで今後の世界が変わってくる。必須となるインターネットの世界でどこが装置類を供給するかによって情報戦略で今後情報化が進む。米国はそれをよく理解している。そんな中、中国にステルス爆撃機が新たに誕生することに。しかし、これはあまりにも似すぎる感じがしかし、違うのは性能で、まだそこまでは盗むことはできないだろう。それでは本編スタートです。さまざまな兵器の分野で増強を続ける中国において、ついにこの分野にも進出したかと思われたものとして、5-20H20 ステルス戦略爆撃機の開発が挙げられるだろう。この5-20ステルス戦略爆撃機は、その分野の元祖とも言うべきアメリカの B2 ステルス爆撃機と酷似した外観を持っており、いわゆる前翼機と呼称される機体形状が特徴だ。前翼機とは、垂直及び水平の尾翼を持たない機体のことで、機体全体がまるでブーメランのような独特の平たいデザインをしており、それによって高いステルス性を実現させている。ただし、冷戦末期に惜しみなく技術と費用を投入して製造されたアメリカの B2 ステルス爆撃機と比べ、5-20 ステルス戦略爆撃機のステルス性能については、未だ疑問符もつくと言える。そもそもアメリカの B2 ステルス爆撃機は、その高度なステルス性能を維持するために7年に一度は、機体全体への再度のコーティングを施す必要があるとされている。これに加えて、通常時の格納にもその機体の、コーティング塗装を保護するために、温度や湿度にも配慮されているとされ、そこまで厳しい品質管理を果たして中国が行えるのか謎である。それはさておき、この 5-20 ステルス戦略爆撃機は現在試験飛行を行っている模様だが、兵器としてはこの機体の存在はいかなる意味合いを持つのだろうか？まず、中国がこの機体を開発していることの想定理由としては、核兵器の運用バリエーションの複合化を第一に挙げられると考えられている。これは、現状の中国において核兵器を運用する手段が、陸上施設及び戦略型潜水艦による大陸間弾道弾への搭載であることに加え、さらにもう一つ選択肢が増えたと言えるだろう。この選択肢が侮れない点、5-20ステルス戦略爆撃機の持つ航続距離であり、アメリカの予測で約 8000km、中国の報道で約 12000km とも言われる行動半径は確かに脅威だ。この航続距離をもってすれば、中国大陸から日本列島は言うに及ばず、アメリカの領土たるハワイまでも攻撃可能な距離に収めることになると考えられる。これは太平洋方面への進出を機として海軍力の増強を続ける中国の戦略を強力にバックアップするものであり、アメリカとしても看過できない由々しき事態だろう。そもそも、アメリカの B2 ステルス爆撃機は冷戦の終了と同時に、費用対効果の面が問題視され、その高性能さが、いわばオーバースペックとなり、
わずか21機の製造に止まった機体だ。その B2 ステルス爆撃機が切り捨てた競争相手不在と思われた領域に、中国がついに GOU-20 ステルス戦略爆撃機を開発して参入してきたという見方ができるだろう。まあ実際のところ旧ソ連なきやとアメリカが独占してきた分野に経済力を背景に中国が進出したというお決まりの構図ではあるが、物が核兵器につながるだけに楽観視は危険だ。ことに航空機の分野では、これまた F-35 ステルス戦闘機に酷似した戦-31 ステルス戦闘機を中国は増産しており、数的には日本単独では抗えないほどの軍備を進めている。これまで兵器の質的優位性で何とか中国に対抗してきた日本だが、中国軍のステルス性能も進化していることを鑑みると、甚だ心もとない状況だと考えられる。こうした状況下では、F-35A 及び B ステルス戦闘機の実戦配備を急ぐ必要性が急務だと思われるが、同時に次世代の兵器開発も並行して行うべき状況だろう。すでにレーダー技術の進歩は従来のステルス機をも探知可能となり、現状のステルス性能も無効化することも十分あり得るものと思われる。そうした中においては、AI を搭載する無人航空機が鍵を握る存在として、クローズアップされるのではないだろうか？これはつまるところ、部人であるがゆえに多少撃墜されようと人的損害は、被らずに済むことにつながり、ますます数的な飽和攻撃を加速させる兵器へつながるかもしれない。いや、むしろミサイル技術が進歩して航空機すらも不要な状況が発生する未来もあり得るとすら思える。現状に立ち戻ってみると、少し以前まではガム島に置かれたアメリカ軍の戦力が太平洋における優位性を担保している状況にあった。これが中国の GOU-20 ステルス戦略爆撃機以前のH6 キロ戦略爆撃機や北朝鮮のミサイルによって脅かされ、それを受けたアメリカはハワイに B2 ステルス爆撃機を配備した。そして今またそのハワイが中国の GOU-20 ステルス戦略爆撃機の攻撃にさらされる可能性が浮上し、再度対処方法が求められる事態を招いたと言えるだろう。日進月歩のように感じられる軍事技術だが、必要に迫られない限り、B2 ステルス爆撃機や F-22 戦闘機がそうであったように、高コストが問題視され普及しない、中国の GOU-20 ステルス戦略爆撃機が、実際、神今のアメリカに与える脅威の度合いによって、どのような対応が取られるのかが注目を集めることになるのだろう。